おはようございます。今日もマインクラフト講座をやっていこうと思います。この状態で歩くのはすごく難しい。戻して、今日は何から話すかというと、道具の修理について、これを説明しておきたいと思うんですけど、今でね、こういう同じ素材でできた道具は掴んで、でね、ここ重ねて、で重ねた時に四角ボタン修理するっていうのがあるんで、これをやると、あ、でもこれ今んとこ両方ともそんなに耐久度減ってないからあんま変わんないですけど、こう一つにまとめることができて、で耐久度がね、二つ合わせたことによって修理したってことで復活します。で確か修理ボーナスみたいなのがあって、元の耐久度にさらになんかボーナスされて耐久度がアップしてるみたいですね。そうそう。で、この道具の修理はもう一つ利点があって、耐久度がアップできるっていうことと、他には、アイテムリストがね、こう埋まってきた時に、二つ重ねることによって、こう、空きを一つ作れるっていう、地味にちょっと嬉しいみたいな、ことぐらいかな。で、次に説明したいことが、階段です。階段は、レシピはまあ分かりやすい感じで、こう階段状に板とか石とかはね、いろんな素材でできるんですけど、これを並べて作ります。6個使って。で、6個作ったら4個できるのか、階段が。まあ、これを作っておきましょう。そんなにいらんわ。で、階段は、どうしよう。家が狭いな。なんかね、普通の、こんなんやったとしたら、登るときに、こう、いちいちジャンプして登らなくといけないんですけど、階段を置くことによって、置きます。あ、間違えた。向きはね、あるんで、こうでいいかな。よし。で、ここに置いて、まあもうわかると思うんですけど、いちいちジャンプしなくても、こう、スムーズに登れるっていう利点があります。頭が詰まってる。あ、違う。でね、2階とかね、作るときは、これを活用しましょう。で、階段は階段として使うだけでなく、模様としても使えるんで、そこはいろいろ工夫しながら、自分の想像力を使っていろいろ試してみてください。で、以上、階段の説明でした。